震災や世界中で続く異常気象、農業従事者の高齢化と日本における食料自給率の低下、今私たちの食を支える大切な農業が大きな変化を迎えています。いつでもどこでも誰にでもできる農業、外的要因に影響されず安定経営できる農業、そして私たちの暮らしや地域社会を元気で豊かにするまちづくりとしての農業。日立は社会的課題の解決に貢献し、新しい農業の形を作り出していきたい。そのために農業ビジネスベンチャー企業グランパとの競争を始めています。神奈川県秦野にある太陽光利用型のエアドーム式植物工場グランパドーム。このドーム内では1ドームにつき約1万5000株ものレタスが栽培されています。定植から収穫までは約30日。ドーム内の気温、湿度などの環境はシステムによって制御され、無農薬の水耕栽培により安全安心な野菜を生産しています。で、農業がいつまでもその自然ばっかりに頼っちゃうと安定的に物が取れるはずがないんですよね。まあ、そこを安定的に物取れるのと組み合わせながら、まあ農業経営をしていくという企業感覚で、まあ捉えていってもらう農業ですから、自然ばかりを相手にする受け身のね農業ばかりじゃなくて、自然の環境を逆に取り入れた農業の組み合わせですね。それをまず一つ目指しましょうと。で、そのためには技術的なものをそのある程度作り込みしましょうということで、まあ、今回私どもグランパとしてはですね、世界一の技術を持っている日立さんと連携してですね、総合的なそういう農業に対する技術をどんどん入れてハイテクの、まあ、道具に仕上げようということで考えてるんですね。グランパドームの最大の特徴は円形水槽による独自のスペーシングシステム。円の中心に植えた苗を生育に合わせて自動的に外周に移動させるシステムで、成長段階に合わせた植え替えが不要になり、従来型の約 1.5 倍のスペース効率を実現しています。日立は今まで培ってきた IT を中心とした技術で、このグランパドームを利用する生産者に対してドームの施設管理をはじめ、栽培管理から収穫物の販売管理といった植物工場の運営支援サービスを提供しています。やっぱり地方が活性化するような農業っていうのに非常に関心がありました。生産法人の活動を通じて地域全体が伸びていくようななんか仕組みにできないかなと、そこをうまく日立がトータルにですねコーディネートしていけたら日立のやる意義があるなというふうに思ってます。一次産業とこう二次と三次をうまくこうつなげるような仕組みさえできれば、十分 IT の活用する余地は出てくるなというふうに思ってます。私たち日立は施設、生産、販売、業務のクラウド化による農場運営の支援サービスだけでなく、二次産業である食品加工、さらに三次産業である流通サービスまでを一貫してアシストする農業の六次産業化を目指します。日立がグランパとの競争により目指すのは農業の社会インフラ化。各種情報を活用したビッグデータ利活用、独自産業の高度化、生産、加工、流通、小売、外食、消費などさまざまな情報の共有、マッチング、作っている人の顔が見える安心できる情報の配信、共有。生産者と、まあ、加工業者さん、まあ、卸小売さん、消費者、まあ、こういうみんなの思いをですね、まあ、共有できるような、IT 基盤を、まあ、構築していきたいなというふうに考えてます。日立とグランパが実現する高度化された農業、
未来の職を担うスマートな産業の形。日立はお客様との競争を通じて新たな社会インフラシステムを作り出していきます。安全安心で安定した食の未来。生産者、流通者、消費者が美味しさや思いを共有できる未来。農業が新しい担い手を育て地域を活性化させる未来。日立は長年培った IT やインフラ技術によりこれからの農業を支えていきます。みんなの笑顔があふれる未来のために。